でも思う大切な人は
こえなくなる前に、どうか一言だけ届けさせて。明日の朝に起きてほしいよ。優しい、本当さ
思います。でもなんか2人でいるときはすごいあのお姉ちゃんっぽくいつも対応してくれる。2人でいるってやばいよね、結構ね、何もできないの。何もできない。ベチコは、うん、ベチコ最大の女性。ベチコは2人でいるの。あ、違う、2人でいると何もできないの。もうね、話すとすごい長くなるけど本当にそう、いつか話すね。いつか話すね本当にそう、トラブルがよく起きてるんですけどということで、じゃあ今日はベチキョンになろうかな。やちゃちゃやちゃちゃベチキョンキョン。そうだね、ベチキョンベチコンコンは、あ、いいじゃん。ベチコンコンでいくか。オッケーオッケー、じゃあみんなで一緒にベチコンコンでいきましょう。せーの、ベチコンコン、はい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 、ベチコン、ベチコンです。よろしくお願いします。
だけど、ここにね、東京って書いてある。東京って書いてある。どこどこどこ見づらいんだけど、これがね、うん、なーちゃんがあのこれから遠征が多いから東京から来たことがわかるようになってきた。生徒祭なんだって。マジ？ここにいるみんなで、ね、佐々木音が大
Oh,
ください。ハッピーデイズ。I'm not afraid to die.
ですか。だってさ、22歳になるんだけどさ、私たち22歳でノタルになってるわけですよ。そうなんです。すごくない？こっからだよ。こっからほら、なんかさ、やっぱこ22歳からちょっと成長したじゃん、それなりにさ。でもまたこっから成長するってすごいなって思う。私まだ成長するんだね。やったするよ、するよね。嬉しい嬉しい。皆さん楽しんでくれてますか？暑いね、暑い暑いね、これ暑いね。じゃあ、お Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、
会に入ります。改めておめでとう。小学生の時から友達でいつの間にか15年くらい経っててすごいなって思います。ここ何年かは家族より次くらいに近くでレイナを見てきたんじゃないかなと思います。まあ見てきたというか自然と会ってたし近くにいただけだけど、レイナと会うと元気が出ます。ただ喋ったりご飯を食べてるだけでもね。最近会ってなくないって連絡して数えてみたら5日前に会ってたことに気づいた時にはちょっと焦りました。でも本当に最近は会えてない。寂しいです。ホタルになってあっという間に時間が過ぎていたね。一番最初の代々木公園でのライブが懐かしいです。歌やダンスの練習をたくさんしたり、いろんな困難を乗り越えてきたからこそステージでキラキラしていてみんなを楽しませられるんだなと思います。ノタルのことを好きでいてくれる皆さん、本当にいい人ばかりだとレイナもよく話しているし、私がライブに行った時も実感しています。フィルターのことをフィルチャーと曲振りしたりライブ中ステージから落ちたりふざけているように見えるけど、皆さんのことをたくさん考えています。そんなレイナをこれからもよろしくお願いします。あと写真たくさんアップしてください。いつも調べて保存させてもらっています。ありがとうございます。そして里春、べちこ、なあちゃん、優しさ、楽しさがにじみ出てて自然体になる人、ライブに行くたびみんなから手を振ってもらうのを目標にしてはしゃいでいます。いつもレイナがお世話になっています。ありがとうございます。レイナ、いつも本当にありがとう。くだらない話ばかりしていた私たちもこれからの人生について話したりすることが多くなって大人になったなと思うけど、これからも歯茎とか半目の写真を撮ったりくだらないこともし続けながら変わらずずっとよろしくね。なんかあったらいつでもうちに来てね。お母さんがすき焼き作って待ってるから。普段はあんま言わないけど大好き。レイナは私の人生に欠かせない人です。本当にお誕生日おめでとう。こんな幸せな生誕祭を開いてもらえたからいい22歳になることは間違いなし。一日がっちりディズニーも旅行も行きたいと話してるからよろしく。では長々と失礼しました。おめでとう。タサキャンの友達ナナミより。ありがとうカメじゃなかった。びっくりした。そこにいる。ね。ね、返す？鼻水出ちゃった。な人なので本当に嬉しいなと思います。あとすごい歯茎がすごいんですよ。あの多分フリーサメなので彼女一般の方でしょ。本当に自分でも歯並びと歯茎だけが自慢って言ってるので本当に皆さん一回撮って本当にありがとう。待ち受けにしてたよね。そしてタイズキの歯茎なんだろう、なんかもう本当になんか私、ノッタルを始めてから、なんだろう、なんか、こうやっぱ支えてくれる人の大きさっていうのをすごい実感していて、なんだろうな、なんかやっぱり、私、自分のためだけだったら、なんもないというか、おう、オーマイガですけど、今なんかこうやってこんななんかなんでしょう、なんか私がもしここに私がいて、私がもしもう一人いたら絶対こんな人を
応援しないと思うのに、なんかそれでもなんか会いに来てくれて、なんか応援してくれて、なんか頑張ってねとか言ってくれる人がいることが、なんかなんだろう、人生においてすごいなって思うっていうか、なんか本当にちょっとネイティビティなんですよ最近。そう、なんか本当にそういう人たちのためになんかいることが幸せだし、何かできたらいいなって思えるようになったなって、この活動を始めて思って、やっぱり人と人との関わりをすごい最近実感していて、人は一人では生きられないなって本当に思ってて、なんかいつもみんなからすごい元気もらってるんで、私もなんか、うん、元気、会いに来てくれたら必ず元気になって返せるような人になりたいなって思ってるし、もうメンバーもスタッフさんも、もうみんなも本当にいい人しかいなくて、もうね、エブリワンハッピーって感じです。ちょっとよくわかんないんだけど、私本当にあの分かんないけど、みんなのこと大好きだし、うん、なんか本当に感謝しているので、これからそうね、もう私の細胞をあげる。みんなのこと好きだよ。本当に好きなの。分かるよ。好きだよ。ありがとう。なんかもう、私楽しいが一番だと思って生きてるので、そんな人になれる、象徴になれるような人になりたいと思いますので、もうノタルのことも、もうみんなのことも楽しくしていくぞー。おー。いろいろね、いつもお世話になって、ありがとう。いやいや、だってなんかこんなんでもさ、そのままでいていいよとか言ってくれるじゃん。そば、そのまま。あ、そう、そのまま。そうそう、それがすごいね、ありがたいなって思うよ。なんか違う。いや、いいな、そんな気持ちだ。いや、本当にありがとう。またまたるんって言ってくれてありがとうね。えー、また泣いちゃう。私、たさきょんとオーディション一緒だったんだけど、たさきょんが受かってたらやろうと思って始めたから。うんうん、言ってくれる。そう、そうだから、よかった。なんかね、みんなもありがとう。落ち着いた。うん、今日は本当に来てくれた人のために、次はちょっと心を込めてこの歌をみんなで歌いたいと思います。聞いてください。サンクサミリオン、ありがとう。青空眩しくて描いてた夢の始まり、あなたと出会えたこの場所は私の宝物。
願いはありがとう。
まだ投げないでってことだね。タサカさんもなんだよ。そうだね、うん、いやもう本当にね、OK いやもう本当に今日は幸せすぎる生誕祭を本当にありがとうございました。最高の22歳にしたいと思います。今日皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上、私たち総裁アイドルの
ラジオブースで一人一人でイヤホンしてこれ今裏で歌ってると思ったしみんな。え、違うの、違うんだよ。今日来てラジオブースで一人でイヤホンしてパソコンつないでマネージャーさんと二人でマイクに歌っていけるかな。いけるよ、くん。私が頭についてるよ。私がつけてる。いい感じ、いい感じ。刺しときな。いきますよ。棒ついてるからね。後ろ投げたんだけどね。投げちゃえ、投げちゃえ。おお。お、あ、私じゃあちょっと一回後ろになりますね。せーの、大丈夫、大丈夫、OK かな。はい、じゃあもうほんもう締めですよ。早い、うん、どうしよう。じゃあ一個なんか、あ、わかった、田崎の好きなようにやるね。今日は好きなことやっていいよ。そう言われると出てこないけど行っちゃうよ。じゃあちょっとやっぱノタルだなしたらラリラリラーって返してください。いいですか。あ、もうそれでもう今日は本当にね、はい、今日は本当に私のためにこんな素敵な幸せな会を開いてくれてありがとうございます。本当に幸せいっぱいのお誕生日会です。